王中は寝返るような男ではない。朕が老いぼれなどと口を滑らせてしまったので不満に思い、役に立つところを見せようと敵陣に向かったに違いない。張保、観光。はい。ご苦労だが、直ちに加勢に行ってくれ。少しでも手柄を立てたらすぐに引き上げさせるのだ。甲虫に間違いがあってはならん。はい。逃げるな、ひょうもの。関羽殿の仇だ。戦場に勝負しろ。どう？将軍が戻りません。敵に囲まれた模様です。甲虫将軍、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 甲虫将軍。甲虫将軍。いいか。こんな目に遭わせ、すべて朕のせいだ。陛下、私は一介の武人に過ぎぬのに、幸運にも陛下にお仕えし、今年で75になり、もう何も未練はありません。どうか陛下はお体を大切に、中言をお取りください。甲虫将軍、甲虫将軍。3人が死んでしまった。だがまだ仇も取れぬ。なんと痛ましい。
命令を伝えよ。全軍は八手に分かれ、水路と陸路より明日王邸に攻めかかれ。陛下、観光将軍が藩所を追ったきり戻りません。すぐ火星に行ってくれ。長、はい、頼むぞ。